撮影初日、気温8度と寒さが身にしみるが、風もなく穏やかな朝を迎えた。おはようございます。めっちゃ寒いですか？めっちゃ寒いですよ今日は50オーバー、トロログまで帰られへんから。リサーチ止まり。いやもう明日もロケ日あるからそのまま止まってる。 OK です。 OK ですね。じゃあ行きましょう。11月中旬、越冬を意識し始めたチヌは体力を蓄えようと活発に捕食している季節。サイズを選びにくいこの時期に前西はどのような釣りを見せてくれるのか。餌取りどうやったんですか？全然、先月はもうめちゃくちゃおったけど、もうコーンでしか持たへんかったけど、もう置き網ばかしやがった土曜日は。まあ、1匹は釣ろうよ。もう1匹は釣りましょう。50オーバーを。海、川、湖、すべてのフィールド、すべての釣りジャンルに対し最高のテクニックで最大魚に挑み続ける。その道を極めた釣り人を追う完全実況ドキュメント番組 G ワールド。大阪湾の堤防を知り尽くした前西義弘の釣りに密着する。最初の舞台は武庫川河口の沖合にある武庫川一文字。全長 4.4 キロの国内最長の沖堤防はチヌのみならず多くの魚種をストック。阪神間では抜群の潮通しの良さを誇る。まあまあ、僕らも大阪湾で釣りするときはこの円錐機の 5B に 5B を打って、で、あとちょっと浮力調整をして差し柄が馴染むとゆっくりこう絞っていく。で、その当たる棚がね、ある程度分かればもうその棚できちんと浮きを浮かべてね、釣りましょうかと。釣り竿は東の先端、外向きをチョイス。青物狙いの先行者を避け、はしご3本分距離を取った。3号の重りをつけ、まずは直下の水深を測る。これ浮きで2つつけてるんですよ。で、とりあえずはそこから一拾きって釣りしましょう。オキアミから、柔らかい餌のね、オキアミから。これでね、餌取りの様子を見ながら。これ1投目で釣れたんやな。狙いは堤防の基礎石が切れ3メートルほど駆け下がっていくポイント。岸壁に居ついたチヌをおびき出しながらもここを回遊する本命を待つ。直下の水深を示す浮き止めはこの位置。刺し柄が 2,3 メートル底を切った状態で海中を漂う。もう当たりか。一投目かい。チヌや。準備が整ってからわずか3分、いきなり浮きが消し込んだ。じゃあそこ切れた。そこ切れたらな、もうあとは溜めてるだけでいいから。これまた力強いわ。これがハイシーズンらしい強烈なチヌの引き。55ないな。存分に体力を蓄えた大阪湾のマッスルチヌだ。まあ1匹目はこれぐらいにして、
このサイズからサイズアップを狙っていくんやったらハードル高いな。まあ1匹目はこんなもんで48、あと7つ足らんね。いきなり姿を見せた量計に感謝しながらさらなるサイズアップを求める。今そこからね、一拾切った棚が大正解やったね。1匹目にしてはだいたいチヌって、まあ、魚なんでもそうなんやけどレンジがだいぶ決まってるんよね、活動するレンジが。だからね、見たらそこら辺ってね、もうちょっと深いんですよ。ここ竿1本ぐらいで駆け上がりが2メーター3メーターぐらいあるから、そういうところでもね、同じ棚で釣れることがね多いんでね、まあ、そこからやってみたんやけども、まあ、また当たりましたね。うわこれ2頭目もやこれ、ちょうど地合いやな今。よいしょ、これ男前って言ってもらえ。これもうあーきれいわ。こんなチヌが釣れるときはね、なんかたくさん釣れる気がするね、うん。巨チヌはそこから少し上、これが前西の経験値だ。まがい、これは小さいわやけど。お、売れや売れ。メジラも釣れるね。これが逆にやばいね。餌通りになっちゃうよねこれ。磯でもそうやけど、ちょっと練り餌とかに変えてやると練り餌のが比重があるから、まだ違う棚を探れるのね、浮きが沈んで。すぐさま軌道修正を行う前西。比重がある練り餌を重り代わりにメジラがいた棚を突破させる。かかってたわこれ。これまた恥ずかしい話やなこれ。あんな当たり取られんの、あれも棚の調整が悪いんやからな。今やり取りしとったんで棚が浅なっとるよね。浮き止めが勝手に動いてね、面倒やけど、やっぱり自分の釣ってる棚を把握するんが次の一匹につながるかな。それより上は捨ててはるんですか。捨ててます。肩狙うんはやっぱりそっちかなと思ってね。今時期はやっぱりね、小さいチヌもたくさんおるからね。でそういうのはやっぱりちょっと浮きやすい傾向があるから。餌取りのみならず小型中型の本命もかわしていく戦略、これが大阪湾の堤防を知り尽くした前西の深瀬釣りだ。ずっとチヌが続いてくれたらね、どさくさに紛れて50アップ55アップ混じるんかな思うんやけども。前西、朝の地合いを完璧に捉えた。そしたらね、ゆっくり上げたらんとね、水深が深いから今チヌみんな逃がしてるじゃないですか。そんなね、浮き袋がね、浮きすぎてね、なかなかね、海を入っていかへんからね。まああとはカメラさんにこう美しい竿の曲がりをゆっくり撮ってもらおうと思ってね。トルクのある強い引き。あ、さっきよりサイズアップやな。やはり一回りでかい。あ、ええとこかかってるわ。あれぐらいの汗でよかったな。厚み、対抗のある見事なイブシ銀。果たして。おお、ちょうど50あるかな。うん、50ちょうどあるね。あと5センチ。年なしですね。年なしですね。だから大体ね、このチヌ釣りはね、僕らなんかは同じ先これで釣れたから同じ餌で釣るってまあないっすわ。もう一頭ごとにね、餌変えるんがね、もうそれね、よく言えば負け餌じゃないわ、差し餌のローテーションって言ってるけど、大きいのを狙う時って食ってくることしたらダメなんですよね。
言うたらセオリー通りの釣りをしてしまうと大きいやつがまあまあ釣れんこともないやろうけど、僕ら的にはやっぱりこうセオリーと違うことをしてそのポツンとる大きい単独のチヌをね釣っていこうという、だからいう今この前の12メーターぐらいあるところを8メーター9メーターぐらい の浮き下で釣ってるんですかね今で。普通やったらあの辺の水深に合わせてそこを釣るっていうのがセオリーなんですよね。けど逆にまあそれでね、まあ大きいのが50オーバー釣れたからはちょっとまあまあ間違ってないんかなと。やっぱりねホームで釣りするって一番落ち着くじゃないですか。それはやっぱり遠征して遠いところへ行って大きいのがよく釣れるところっていうところはあればね、やっぱりそっちの方もやっぱり狙いどころやと思うんですけどね。やっぱりこうホームはホームでね、なんていうかな、大きい魚が出るところも自分なりにこうね分析をしてこう確率が高いところから攻めていけるし、釣れなかったらその釣れなかった理由を考えてまた釣れるようにね日々日々ねもう勉強できるしね、まあ、僕らはここから家からまあそれね10分15分で来れるようなところでねこんな釣り場があるのをねやっぱりこう捨てとくではないなってなんですよね。本気で数釣りを楽しんでいればどれほど釣れていたのか。巨チヌに的を絞った展開は続いていた。なかなか釣れへんでしょ55って。これがハイシーズンに巨チヌを狙う難しさ。自己記録に迫る55センチオーバーは姿を見せるのか。長考最終日の朝、前西は大阪市南西部を流れる木津川沿いの渡船店にいた。この日選んだ舞台は大阪北港の埋め立て地夢島。年間を通じ落とし込みや深瀬釣りでチヌが狙える日本屈指の好釣り場。入り組んだ地形が格好の釣り場所になっている。縁起のいい昨日の仕掛けをそのまま使おう。いつでもこれ竿を伸ばす時がもう一番ワクワクドキドキの時ですね。の感じできれば今以上の笑顔を見せてほしい。なんか餌取る取る、なんとかハードルクリアするために頑張ります。午前7時10分前西の第2ラウンドが始まった、まあ、もっともっとこう水温がね、下がってくるとねやっぱりチヌってこうあんまりこう、潮通しがいいところよりも溜まるところの方で言うたらどっかそこで固まるっていうようなイメージがあるから、まあ、そういう風になってね時期時期によってねやっぱりね、ポイントがね、向こう位置になったりとかこっちの方向になったりとかね、まあ、他の南向になったりとかねいろんなねこう釣り場があるんですけどね。まあ、喋ってる周り何にも餌ないねこれ。気づいとるがこれフグやね餌取ってんのね。行き交う大型船や河川の影響を受けるも潮行きの少ない大阪北港、好調化を叩き出した向こう側一文字を見切り前西は冒険ともいえるエリア選択を行った。ああ潮が止まっとっていい感じやのにな。瞬殺やねこれ。どこ掘っても餌が持たんですね。前も下も横も後ろも。次にやってきたのは玄関機に人気のポイント中野灯台。この時期に入る釣り人は少ないがゆえおそらく餌取りは少ない。ここも実績場ですね。特にね地方のね
釣り場なんでね、チヌのね、越冬場所、水温下がってね、まあ、12月後半ぐらいからね、コンスタントにね、釣れる釣り場です。次の一枚が記録魚かもしれない、そんな期待を胸に前西は浮きとの対話を続ける。もっともっとこう、シーズンが落ち着いて、もっと水温が下がって、言うたら40センチ45センチぐらいのチヌがもう動けなくなった時で、そういう時がやっぱりね、大きいチヌ、体力のある大きいチヌが狙える、まあ、僕の中での時期なんですよね。まあまあ、この放送が12月10日過ぎてたかな、まあ、まあだから逆に大きいチヌ狙うのはそこからなんですよね。あえてハイシーズンに挑んだ巨チヌ狙い、この日も前西は時間が許す限り巻き餌を打ち続けた。あと10分3頭できるな。次は本命ちゃうかい。お、入った。これがドラマ魚やね。これ、これがチヌやったら55センチで嬉しいで。おれ、いらっしゃいいらっしゃい、待ってた。え、見てる人には伝われへんやろな、この気持ちは。この2日間で一番の笑顔。ええチヌや。20センチほど足らんけどね、サイズじゃないね。おチヌ様、ご苦労さまでございました。海へ帰ってもらいましょう。ありがとうございます。悩み苦しみながらも、そこには純粋に釣りを楽しむ前西の姿があった。まあ、今回は堤防のチヌ釣りでね、こう出演させてもらったんですけども、やっぱりね、昔に比べるとね、大阪湾ってものすごいね、魚種が豊富になりましたよね。けど今からだいたい春先のね、3月4月ぐらいまではこのチヌがやっぱりメインになりますんでね、もう目いっぱいね、まだ55センチ狙いに行きます、こっそり。